押収された麻薬密輸用潜水艇麻薬密輸用潜水艇は南アメリカの麻薬カルテルが麻薬の密輸を行うために製造した自走式の潜水艇。特にコロンビアの麻薬カルテルがコカインをメキシコやアメリカ合衆国に密輸するために使用したものが著名である。航行中の麻薬密輸用潜水艇1980年代に入り麻薬カルテルは 飛行機や高速艇を使用して、麻薬の密輸を行っていたが、治安当局のレーダーの進化により捕捉されることが増えたため、1990年代に入ると、麻薬カルテルはレーダーに捕捉されにくい、反戦水式船舶の開発に着手し始めた。コロンビアの治安当局は、麻薬カルテルが違法薬物を生成している、森林地帯から数千キロメートルにも及ぶ、マングローブが生い茂る。 無数の河川を経由して、コロンビア国外に違法薬物を運び出していると推測している。1988年には、アメリカ合衆国フロリダ州のボカラトンにおいて、ボートで牽引され遠隔操作が可能な潜水艇が発見された。内部は空だったが、アメリカの治安当局は麻薬を密輸するための潜水艇であると考えた。2006年には、 コスタリカの南西 145km の海上で数トンものコカインを積んだ潜水艇が初めてアメリカ沿岸警備隊により摘発されたと呼んでいた。この年以降密輸用潜水艇が海上で発見されるようになり、2008年には月平均で10隻もの潜水艇が発見されたが、麻薬組織は潜水艇を治安当局に発見され次第、積み荷物ともすぐさま実践させて、 証拠隠滅を図ったため、潜水艇本体の補足及び、乗組委員の摘発は容易ではなかった。そのため、アメリカ議会は2008年10月に、船籍不明の船舶の国際水域での航行及び、逃走を図る行為を取り締まる法律を制定し、乗組委員に最大で20年の懲役を課すことができるようにした。また、コロンビア議会は2009年6月に潜水艇の 構築を行った者に最長で12年潜水艇を用いて違法薬物の密輸を行った者に最長で14年の懲役を課すことができる法律を制定した。2009年にアメリカの治安当局は年間330トンのコカインが麻薬密輸用潜水艇によって運搬され、一隻あたりの製作費用は最大で200万 US ドル。 制作期間は1年間にもなると推測しているが、1回の公開で末端価格にして数億ドルもの不法取引が可能な潜水艇も出現するようになった。証拠隠滅のため取引成功後に潜水艇は放棄されることが多いが、一方で長期間の使用を想定したと考えられる亜鉛メッキを用いた金属の腐食防止処置が施され、 衛星測位システムを装備した潜水艇も発見されており、麻薬を密輸した見返りに、メキシコのシナロアカルテルが調達した重火器がコロンビア国内に不法に持ち込まれている可能性も指摘されている。アメリカ軍南部統合機動部隊による麻薬密輸用潜水艇の概要は以下の通りである。上記の潜水艇は完全に海中に潜水することは不可能であり、 あくまでも海面すれすれを航行して、レーダーやソナーに捕捉されることを回避していたが、2000年代に入ると、麻薬カルテルは完全に海中を航行可能な潜水艦の開発に着手し始め、2010年代には、ついに完全な潜水艦が、コロンビアやエクアドルで発見されるようになる。この技術革新は、コロンビア革命軍やロシアのエージェントが関与していると推測されている。 アメリカ合衆国国土安全保障省は2012年8月に発表したレポートにおいて麻薬カルテルが作成した潜水艇等が世界各国のテロ組織の手に渡ることを危惧している。ありがとうございます。